ワン、ツー、スリー、フォー。はい、ここまで。とってもいいですね、しずく。ありがとうございます。海さん、今のところもう一度お願いできますか？もちろんです。しずくが納得できるまで何度でも付き合いますよ。今日は自主トレに付き合っていただいてありがとうございました。海さんのおかげで不安だったステップのコツがつかめた気がします。いえいえ、しずくが何度もチャレンジして練習した成果ですよ。今度のライブ楽しみにしていますね。はい。それじゃあ少しクールダウンしてから帰りましょうか。あの、海さん、ちょっとだけここでお昼寝しませんか？お昼寝ですか？それは全然構いませんが。しずくってば、かなたみたいなことを言うんですね。だって今日はとてもいいお天気ですから。それにかなたさんの気持ちよさそうな寝顔を見てからずっとやってみたいなって思っていたんです。確かに練習後のかなたはとても幸せそうな顔で眠っていますものね。こんなにいいお天気なんです。少しくらいいいですよね。はい、ポカポカしてるからすぐに眠っちゃいそうです。では少しだけお昼寝しましょうか。今日のことはしずくと私だけの秘密ですからね。ありがとうございます。リナ、弓道の見学はどうでしたか？退屈ではありませんでしたか？全然、すっごく楽しかった。海さん、とってもかっこよかった。そうですか。嬉しいですが、そうまっすぐに言われるとなんだか照れてしまいますね。海さん、全部的に当ててすごかった。私だったら途中で集中力が切れちゃいそう。リナちゃんボードプッシュー。実は集中力って持続させるコツがあるんですよ。本当に？どうするの？一つのことだけを考えるんです。一つのこと？はい、弓道なら矢を的に射るイメージだけを考えるとかですね。あれもしよう、これもやろうと考えると注意力が散漫になりますから。じゃあこれがライブだと、お客さんが笑顔になることだけを考えるみたいな感じになるのかな？その通りです。そっか、それなら私にもできるかも。ありがとう、海さん。いえいえ、リナのためになったのなら私も嬉しいです。練習も終わりましたし、帰りに何か甘いものでも食べに行きましょうか。いいの？嬉しい。海さん大好き。
私もリナのこと大好きですよ。お待たせしました。お餅、焼けましたよ。味は何にしますか？お醤油、きな粉、あんこ、いろいろ用意できますが。褒めても何も出ませんよ。ありますか？実はミューズのみんなでついたんです。ですがたくさんつきすぎてしまって、どうやって食べきろうか困っていたんです。あなたが来てくれて助かりました。私も好きです。でもお餅はカロリーが高いので。最近は毎日お餅お餅で、もう私がお餅みたいにまん丸になってしまうんじゃないかと心配で。恐ろしいことを言わないでください。もしも私がそんなことになってしまったら。胸が苦しくて。違います。あなたが突然恥ずかしいことを言うからです。新年、明けましておめでとうございます。今年は牛年、小鳥に干支をモチーフにした衣装を作ってもらいました。どうですか？似合うでしょうか？かわいい？すごく似合ってる？そうですか、よかった。実はあなたがどんな顔をするかとてもドキドキしていたんです。あなたのおかげで幸先のいいスタートが切れました。今年もよろしくお願いします。今日はありがとうございます。せっかくのお休みなのに随分連れ回してしまいました。そうですね。
ですか？わあ、立派な笹ですね。いいですね、書きましょう。みんながたくさんライブできますように。短冊って自分の願い事を書くんですよね。なんだか自分が恥ずかしくなってきてしまいました。あなたはみんなのことを思って書いているのに、私はなんて自分勝手なことを。お見せしますが、笑わないでくださいね。これです。私いつもこう思っているんです。もしみんなもそう思ってくれているのでしたら嬉しいですね。このみんなはミューズのことだけではないのです。あなたとも一緒にいたいんです。あなたも含めてみんなです。夜空を見上げると、無数の星が私たちをキラキラ照らしています。一つくらい手にできたら素敵だと思いませんか？え？私がいればいい？そういう冗談はやめてください。冗談じゃないって…それも困ります。どんな顔をしたらいいんですか？今回は結構手応えがあるんです。それほどでもなかったでしょうか。手応えはあったんですけど。もう驚かせないでください。ありがとうございます。タイムも更新できましたし、今日は調子がいいですね。え？ああ、最初からタイムを気にしていたわけではないんです。泳いでいるうちに最初よりも早く泳げるようになったことに気づいたんです。そうしたらもっと早く泳いでみたいと思うようになりまして、だから今日一番のタイムが出せて嬉しくなってしまいました。
そういうところとは？ありがとうございます。照れていません。さあもう一本行きますよ。またタイム更新してみせますから、ちゃんと見ててくださいね。このお部屋に人を招いたのはあなたが初めてなんです。可愛いものでいっぱいでしょ。でも一番可愛いのは私ですよね。ほら、ちゃんと私を見てそう言ってください。ってやはり私には無理です。恥ずかしいです。これからもたくさん遊びましょうね。あなたがいてくれて心強いです。